す立場であることを忘れないようにと言われました。私はこの言葉を心に秘めてこの選挙戦を戦いたいと思っています。この問題は急務であります。しかしながら従来の日本の発想ではそこに大きなスーパー堤防を作る、災害が起きた場所に大きな防潮堤を作る、 IR の中の 3% だから大した面積ではない、大きな認識不足です。 3% というのはカジノに使う面積ではなくてこのテーブルの面積が全敷地の 3% と記されてるんです。